ゃなさそう。ロミオのラボ？違う、ロミオは町にいる。さっき見たよ。この前ラボが来た時の後かもね。そうだね、パシャラボ、何もなさそう。月を出て彗星を追いかけよう。分かったね。あとみんなのお弁当もアルグライダーで行こう。やだ、約束したでしょ。ああ見て、おじゃマスクだ。どうしてこれを盗んだんだ。私じゃない。私でもない。じゃあ全部持ち主に返すからね。月、何もなくてつまんないから。ルナもっと取る。嫌だよ。ルナ月行きたくないの？一緒に遊ぶ可愛いペット欲しい。ガルーキ寂しい。ああ、行くよみんな。ガルーキやりたいことする。ああ、が悪いことして、ガルーキ笑わせて。ガを止めなくちゃ。盗まれたものも返さないとね。僕と月光でやる。アウレットはガを追いかけて。ガが分かれた。キャットボーイも来てくれる。アールウィングとキャットスピードで悪いガを追いかけよう。スーパーキャットスピード。月光パワーは荷物運びだ。朝になる前にこれ全部返さなきゃね。あ、これ僕の。ああ、しろこうしろって。ほんと嫌になる。命令されるのは大嫌い。かよ。ああそうか、ガルーキに取られた。ああ、ペットが欲しいならこの緑の変なのをあげよう。ライオネルをどうするつもり？ああ、散歩に連れてこうかなって。盗もうとしてたんでしょう。ああそうだよ。でもガルーキに言われたんだ。つまらない仕事ばかりやらせる。パジャマスクの3人でいろいろ話し合ったの。それで決まったことはね、あなたを空飛ぶ仲間にする。だけどいい子になるって約束しなきゃダメ。いいよ。じゃあ最初にビュンビュン飛ぶ練習をしよう。あの木をロミオだと思って追いかけていくの。位置について。よーい。わあ、ガルーキ元気いっぱい。アウレットちゃんと訓練できるかな。なかなかいい感じじゃない。行こう。僕たちは他の悪者が来ないか見張るんだ。アールウィングウィンダー、スーパーストーム。まいったか悪者。いいよ、次は何をする。月の蛾のお家へ飛んでいく。宇宙旅行をするの。空飛ぶ仲間がいるってやっぱり最高。準備してくるね。おかしな宇宙服。ルナガール、これ見たらきっとカンカン。い
許さないから。どうしてアウレットとガルーキは月へ行ったの？それは私も知りたいよ。信じられない、アウレットが私のガルーキと一緒に月へ行って私の月の城に勝手に入るなんて。あんなに怒ってるルナガール、初めて見た。私に黙ってひどいよ。月へ連れてってさあ早く。あ、ルナ、どうしたの？今はその話はしたくない。スーパー月光パワー、いい子のヒーローに救われるとは。あ、恥ずかしい。月のバリア、わかった。怪しいのはルナガールね。ダメダメマスク、ガルーキルナじゃない。ルナがすること何でもする、もっと上手。どっちが上手か見せてあげる。悪いことして飛び回ってちゃダメだよ。パジャマスクにやっつけられるのは嫌でしょ。パジャマ弱い、ガルーキ平気。ここまでおいで。するの？そんなに小さくて可愛いのに。小さいよ、でも強い。ルナ月に閉じ込めた、もう外出られない。閉じ込めた、出られない。ガルーキひどいよね。妹だけどルナに勝ちたいってことだね。ガルーキが何をやってももう驚かないよ。すごく悪い子だ。それじゃあ任務ね、ルナを助けよう。小さな暴れん坊の相手はまた後で。おじゃマスクが追いかけてきただろう。君をあいつらと同じ本物のヒーローにしたくないからだよ。どうだろうな、車があるだけでヒーローの気分だけど。そうだ、ヒーローは空にも行かないとな。アウルグライダーを使うんだよ。それとも陸をノロノロ走る車で精一杯か。アウルグライダーをすぐ取ってくる。その前にあの2台を返そう。ダメだ。待ってろ、忍者リーノ。まず忍者リーノが整備する。そうとも君だけの特別なヒーロー用のカーショップだと思え。全部お任せだ。いいね、パジャマスクたちと違って俺は独り占めはしない。すごいね、さすがヒーローだ。おい、車を隠せ。お前たちはあのデカマヌケを追え。必ずやり遂げる。今度はどうやって入ろう。そうだ、この前と同じがいい。そんなことさせないからね。勝手に持ってくのは許さないぞ。何やってるんだ、ヒーローになりたいって言ってただろ。俺はヒーローだ、だから乗り物がいるんだよ。ナイト忍者が言ってた。ナイト忍者にどんなことを言われたの？本物のヒーローになりたかったら車がなきゃダメだって。だから借りたんだ、もう一台も。それって悪いことか、だよな。はぁ、あ、何やってるんだ。大変、アールグライダーが。早く。気がつかなかった、ナイト忍者がやってたんだね。でもなんで。どうしたの急に。ケビンが小さなガに捕まって月に連れて行かれた。完全な狼になるんだよ、そんなのってずるいだろ。本当にずるいよ。え、ガ
完全な狼？じゃあ本物の狼人間になるの？ただのお話だよ月光、本当のわけがないだろ。もし本当ならケビンは嫌なんじゃないかな。狼人間は悪い。ケビンが無事かどうか見に行こう。そうだね、月に行く準備はいい？いいよ。君たちじゃない、君たちはここで待ってて。いや、そんなのずるいよ。本当にずるいよ。じゃあ基地の発射準備をしよう。ケビンを連れてくるね、約束だよ。なる。狼そこに立つ。月の光と闇のクリスタルで完全になる。待て、そこまでだ。何をやってる。やめろ、ここから出してくれ。パジャマスク見に来たの？可愛い狼が大きな悪い狼になるところ。ケビンは悪くならないよ。でも完全な狼になりたいって。そうでしょケビン。どうしてこんなことするの？わからない？狼人間のペットが手に入る、最高じゃないの。行くよ狼坊や。キャットボーイ、ゲッコ、アウレット、この中にいるの？え、ちょっと変じゃない？ほんとそうだね。何か起こる前にアルマジランと話そう。ローバーで行くよ。覚えてる。の作戦は完璧だな。そうとも、頼りになる忍者リーノがいてくれたおかげだよ。博物館から盗んだ巻物、あ、借りた巻物はあるか？よくやったミニ、てっぺんへ行くぞ。冗談だろ、上までハイキングするつもりか。試してみよう、パッと消える巻物、いいだろう。どうした？侵入者？やっぱり山登りはこうじゃないと。巻物を絶対になくすなよ。さあ、全て計画通りに行けば、あの小うるさいドラゴンガールは二度と僕たちの邪魔をできなくなる。哀れなおじゃマスクめ。ドラゴン娘が僕のベタベタモンスターを盗めると本気で思っているのか？確かに盗まれた。でもこれからまた僕が盗み返す。よし、いいか、内なるモンスターを外に出せ。では山の守護者の技を教えよう。
最後の訓練だ。パジャマスクが敵の役をやる。アウレット、私いいよ。アルイグリード、ロミオがロボットの修理をしてるんだ。他に悪者はいないみたい。パジャロボの任務？うん、そういうことかな。すごく大事な任務だよ。私たちのパワーも基地から来てるの。だからもし基地がパワーアップすれば、僕たちもね。パジャロボ、宇宙へ行こう。手裏剣、狼団の毛だとしたら、そう、そのせいで忍者リーノが変身したのかも。狼忍者に。ダメよ、狼忍者おもちゃじゃないの。やめなさい。ちょっと、その子に手を出さないでよ。私たちの仲間なの。すぐ僕の仲間に戻る。マービンにこんなことして許さないからな。忍者フィンガーだ、忍者リーノ。狼忍者がかっこいいって、そんなの関係ない。黙って僕に従え、忍者ポップアップ。本当にここで間違いないのか？この洞窟に変身のベタベタがある？やめろって。よし、決めた。僕はここで見張りをしている。お前は中を調べろ。よろしく。
しまった、あのおかしなドラゴンガールだ。あいつとは二度と会いたくないからな。すぐに姿を隠すぞ。危ないところだ。よし、怖がらずに入ろう。暗くて不気味な洞窟の中へ。ナイト忍者の気配はなし。キャットイヤー、あっちだ。変身のベタベタは見つかったのか、ミミ。よしと、ここはもう見た。さあ行こう、忍者リーノ。笛を使って。あなたの世界で。いや、遠慮しておく。力を借りたいんだよ。だってナイト忍者が街にベタベタモンスターを放そうとしてる。私たちだけじゃ勝てそうもないの。手伝いたいけど、でもあなた方の世界はこことは違う。でも。すまない月光、私は二度とこの山を離れる気はない。僕たちが守る。いや、ここが私の場所。でも友達じゃないか。行こう、街へ戻るんだ。助けてくれてありがとう。でもどうして。ヒーローはみんなを助けるんでしょ。いいのよ結構、アイユーが決めたことだから。行こう。どう思う大きいの。僕たち二人最高のコンビになれそうだ。謎の山にある秘密を全部二人で見つけ出すんだ。そして僕は史上最高の忍者になる。ふっひっはっ。そうとも、うまくいけばおかしなドラゴンガールも始末できる。二度と邪魔させないぞ。何か気に障ったのか。わかったわかった。それじゃあ、間抜けなパジャマスクを代わりにやっつけよう。もう一個。自分にうっとりしてるのか。ああいう、あのね、ナイト忍者が山を攻撃しようとしてるからちょっと来てみたの。助けが必要ならパジャマスクが悪を倒し。本当はね、助けてほしいんだ。中に入ってもいい？塔に入れるのはドラゴンマスターだけ。大昔から決まっている。でも困った時はどうぞ。ありがとう。すぐに帰るから。目にも止まらない速さでね。この塔がそんなに好きだって言うんなら中にいるがいい。永遠に。風だ。わかってるよ、僕って面白い。風がどんどん強くなってる。ドアを押さえなくちゃ。任せて、スーパー月光パワー。しまった、壊れてないといいけど。僕に任せて、スーパーキャットスピード。ドラゴンマスターの力を借りたいなら余計なことはしないで。お客さんに慣れてないんだよ。巻物に書いてある、
風のお守りで嵐は収まる。ただし塔の中に秘められたそれを手にするには、考えろロミオ、発明するんだ。やった、まだ終わりじゃない、これでうまくいく。うまく飛べないよ。僕平気だよ。町を守るために使うんだ、壊すんじゃなくて。ちゃんと考えて使わなきゃ。無理ならパワーを本物のヒーローに返して。僕たちに知ってる、大いなる力には責任が伴う。こんなことして遊ぶとか、うん、待って。力を合わせて遊ぼう。さあ狼大暴れ。気にしちゃダメ、パワーがあればヒーローになれるわけじゃないんだし。でもあった方が。ヒーローの条件は一つじゃないでしょ、違うやり方を考えよう。わかった。いい？このすごい双眼鏡を使って狼団を探して。いつものやり方と似てない？でもいいよ、やってみるね。スーパーアール、あ、ズーム。見つけた、あっちに一人いるよ。了解、スーパースケボースピード。行くぞ、イエーイ。うまく隠れたねグレッグ。どうしてここにいるの？悪い忍者のことだ。竹林から特別な竹を一本盗み町に来ている。その竹ってアンユーノと同じ？さらに忍者の魔法をかけた。どんな力を持つのかわからない。アンユーノ竹と同じなら町では大したことできないよ。もういいから踊ろう。ああ冗談だよ。心配しないで、手を貸すから。でもパジャマスクに変身できない、人が多すぎるよ。だって最高のディスコだもんね。ディスコ？初めて聞く言葉だ。ダンスパーティーと同じ、みんなで踊って楽しむんだ。特にこんなダンスをするの。あ、あは、おいえ。ね、どう？アンユーもやって。また後で、まずは忍者を探さないと。やっぱり何かおかしい。私はあの犬を追いかける。忍者を探して。見て、邪魔なパジャマスクどもはいない。よし、アンユーのものを盗むだけじゃつまらない。だから僕だけの魔法の笛を作ったんだ。笛の音を聞いた者は体が勝手に踊り出すのさ。そんな悪いものじゃなさそう。これから学校のディスコを乗っ取るぞ。そしてみんなを謎の山へ連れて行って踊らせ、僕の召使いにしてやる。ああ、すごく悪かった。ナイト忍者は学校のディスコをめちゃくちゃにする気だ。みんな月光ダンスを踊れない。それは別にいいでしょグレッグ。でもすごくかっこいいダンスなんだ。あは、おいえ。うわっ、はっ、パジャマスクか。それじゃあダンスタイムといくか。あ、